いよいよ東京ボールルームダンスアカデミーの最高峰最優秀選手賞部門です。日本のダンスの頂点にノミネートされた選手が登場いたします。今回はスタンダード部門、ラテン部門交互にご紹介してまいります。それでは最初に登場していただきますのは佐藤純平、亀山さとみ組です。全日本選抜選手権第5位、種目はワルツです。続いての登場は森田銀河、河田愛子組、全日本オープンダンス選手権3位。
登場は小林コーチ、赤沼美穂組、全日本オープンダンス選手権5位、種目はクイックステップです。続いての登場は竹内ひろむ、そまた7組、ユニバーサルダンス選手権準決勝、種目は第2
続いての登場は村田雄貴、三木智子組です。全日本選抜選手権6位、種目は3番です。続いての登場は福田雄一、エリザベス・グレイ組です。全日本選抜選手権準決勝、種目はタンゴです。
続いての登場は清水元光丸一美雪組です。全日本選抜選手権4種目はロンバ。続いての登場は元池純武藤のりこ組です。全日本選抜選手権4種目はワルツです。
いての登場は増田大輔、塚田真美組です。ユニバーサルダンス選手権優勝、種目はパソドブレです。続いての登場は臼井和文、臼井恵組です。全日本オープンダンス選手権3位。続いての登場は瀬底翔太、
谷口真央組です。全日本選抜選手権5位、種目はジャイブです。続いての登場は菅井学、昭和ゆり子組です。全日本選抜選手権準決勝、種目はスローフォックストロットです。続いての登場は新藤弘信、奥原さとみ組です。ユニバーサルダンス選手権準決勝、種目はチャチャチャです。
以上、最優秀選手スタンダード部門7組、そしてラテンアメリカン部門7組、合計14組のダンスを一気にご覧いただきました。お待たせしました。それでは最優秀選手賞部門大賞の発表に移りたいと思います。それでは最優秀選手賞ノミネートの皆さんにステージ上に登場していただきましょう。どうぞ。最優秀選手賞ラテンアメリカン部門にノミネートされました皆様には記念のトロフィーが選手会副会長大下信弘より贈られます。そしてスタンダード部門にノミネートされました皆様には選手会相談役峰修一郎より記念品のトロフィーが贈られます。それでは最優秀選手賞部門大賞の発表です。まず最優秀選手賞スタンダード部門大賞は元池純武藤乗り込みです。おめでとうございます。続きまして最優秀選手賞ラテンアメリカン部門大賞は増田大輔深川真美君です。おめでとうございます。それでは賞状に入らせていただきます。大賞のお二人には東部日本ボールルームダンス連盟会長石原千佐様より賞状およびトロフィーが贈られます。石原会長より授与されました。ありがとうございました。続きまして一般社団法人日本社交舞踏教師協会会長奥村三郎様より副賞が贈られます。
小村会長より授与されました。ありがとうございました。そしてスタンダード部門大賞の元池純武藤乗り込みには株式会社タカダンスファッション東京支店長井ノ口隆夫様より特別スポンサー賞が贈られます。井ノ口様ありがとうございました。そしてラテンアメリカン部門大賞の増田大輔塚田真美組にはチャコット株式会社代表取締役社長早川雅美様より特別スポンサー賞が贈られます。さらにチャコット株式会社代表取締役社長早川雅美様より大賞の2組にチャコット賞としてノーソーイングニットの新作とコスメセットが贈られます。早川様ありがとうございました。さあそれでは最優秀選手賞スタンダード部門に輝きました大賞に輝いた元池純武藤乗り子組に栄光のダンスを踊っていただきましょう。どうぞフロアへお進みください。種目はタンゴです。続きまして最優秀選手賞ラテンアメリカン部門大賞に輝きました増田大輔塚田真美組に栄光のダンスを踊っていただきましょう。種目はロックです。
ラテンアメリカとの見事大賞に輝きました増田大輔、塚田真美君によります英語のダンスをご覧いただきました。ありがとうございました。以上、最優秀選手長部門でした。